確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ、このモットーを掲げ、ドルチェ楽器は国内外の優れた楽器やアクセサリーを皆様にお届けしています。その中でもドルチェ楽器が自信を持っておすすめするのは、日本代理店を務めている海外トップメーカーのドルチェオリジナルブランドです。これらを中心にドルチェ楽器の名器一品をシリーズにてご紹介します。第1回はパウエルフルート社が2022年春に発表したフルート、ルネッサンスモデルをテーマとした対談です。パウエルフルート社は2022年に95周年を迎えた伝統あるフルートメーカー。そのパウエル社はフルートを2段階にわたり軽量化することに成功しました。フルーティストで聖徳大学音楽学部准教授の北川盛雄氏と、ドルチェ楽器代表取締役安川徹の対談にて、エレガントモデルに続くルネッサンスモデルの魅力をご案内します。きっかけはこれなんです。エレガントが成功したから。そうなんです。ということなんですね。このエレガントモデルなんてね、名だたる方が使っていただいてて、やっぱりちょっと軽くなったっていうことに対してのこういいイメージは皆さんお持ちなんでしょうね。そうなんです。これができて、これも吹いてもらったんですけども、いや、ずるいよ、こんなんができるんだったら、つってエラー怒られたんですけど、これはね、まだまだ未定だったんですよ。うんうんうん、で、これはまあまあ出来上がったんで、ね、ええ、これはまあ、次のトライにしようとかって、突然できたいって思ってきたんですよ。でそれが多分去年暮れぐらいですよね。そうなんですよ。びっくりしました。私はね、うん、だからエレガントはもちろん吹かせていただいて、うんうんうん、高校生は、うん、安川さん絶対そうですよ、間違ってないですよ、うん、っていうのがあって、うん、ただ、このね、ルネサンスはもう吹いた瞬間に、なんでこういうことができるんだったらもっと早くやってくれなかったんだろうっていうふうに思って。僕も、まあ、25年ぐらいかかってますよ、これ。言い始めてから。だから、ベルノさんが使ったオール18金が、手作業でやったやつね。手作業でやったルネッサンスモデル。あれが、まあ、一番最初です、うん。一瞬はできたんですけども、うん、こんな作業はもうしたくないという話になってですね、中断してしまったんですね。まあ、本当に大変やったと思います、うん。出来上がった商品をもう一回削り込むなんてね、まあ、作ってる人たちにとっては非常に苦痛な、シーンだったと思うんですけども、まあ僕はなんとかこう軽くしてくれってことで軽くして、で、それをまた素晴らしいプレイがね、フィルプ・ベロノさんがお使いになってて、これは神の笛だっていうふうに呼んでいただけるぐらい良、かったんでね。で、これはもうモデルになりましたので、パーツはそのいろいろと、その ルネッサンス用のパーツがまあ作られてるわけです。よくでもこんな一から作ってくれましたよね、だから、まあ、元々の設計がこういうもんだったと思うんですよ。元々の設計図も絶対残ってますし、それをまあ、起こしていったらいいだけだと思うんですね。だからまあ、それがなかったらできないですよ、これ。力っていうと。私がここで呼んでいただいたっていうのも、ルネサンス出たのが今年の1月ぐらいですかね。そうです。まあ、実際には、本当にこう、試作のような段階のものが、去年の12月ぐらいに、私は、店頭で吹かせていただいて、で、もちろん、その前のエレガントモデルも、何度も吹かせてはいただいていたんですけれども、その、安川さんが、社長がおっしゃっている方向性みたいな、要するに、こう、重さと響きとの関係ですよね。そういうところはもう、本当に昔から私も着目をしていて、ただ、そこに、こう、フォーカスを当てて、その楽器をお作りになっているところって、今ほとんどないんですよね。今年の初め、去年の12月の時点で、このルネッサンスを初めて、吹かせていただいたときに、まあ、初めてと言ってもいいですね。その新品、今この現代で手に入る楽器の中で、ほぼ理想的な形がある。で、まあ、まずそれこそ、今社長がおっしゃったように、その、響きと、重量の関係、自分の体が扱えるのに一番バランスのいい重さっていうところに関して。で、すごくご苦労があったと思うんですけど、それこそパウエルの技術者たちがどういうふうに、その、こちらのことを聞いてくれるようになったのかっていうのは、もう興味があるんですけど。なるほどね。もともとフルートとか楽器について私はね、重さがものすごく気になってるところでございまして、で、軽い方がいいんじゃないかなとはずっと思ったんですけども、なかなか、まあ、伝統のあるメーカーが、その、急にね、俺が言ったから言って、
変わるわけでもなく、今まで作ってるのがどうあれね、みたいな、こんな感じで来ましたから。まあでも、やっぱりいろいろずっとこの重さについてのお話を、パウロさんとももう一生懸命やってるうちに、だんだん向こうもね、まあ一回ほな、やってみようか、みたいな話になってまいりまして。時伏せたんですね。そうなんです。うん。その代わり、お前、頼むよと。そんな話になったんですけど。まあ、エレガントは、うん、とルネサンスは、うん、具体的にはどこが違うんでしたっけ？基本的に、エレガントモデルは、艦体はそのままにしてですね。うんうんうん、あの、厚み、はい。艦体より上についてるもの。はい、台座ですとか、キーポストですとか、うん、トーンホールですとか、キーそのものとか、ね、うんうんうん。これをなんとか軽くできないかと。はい、艦体はそのままです。艦体そのままにして、キーメカニックを軽くしようと。うん、で、まあ、最近パウエルなんかも、どのメーカーも多いんですけど、ピン列構造にすることが多くなって、パウエルもピン列なんです。そうですね。このエレガントはピン列。エレガントはピン列なんですね。ところがピン列にすると余分なものがいっぱいついてくるので。結構重くなるんですよね。そうなんです。だから本格的にちゃんと軽く仕上げようと思うと、ピン列から脱却しないとできないんですね。うんうんうん、でも、やっぱりピン列ってのは非常に、機能的にもいいもんですから、まあ、これを残しながら、その、なんかこう、ライトにね、そうですね、なり方を、に重視した楽器作りっていうのを、まず提案したところ、これをね、スッとやってくれたんですよ。それがすごいですよね。うん、今までの、やっぱり信頼関係があったから。まあまあまあ、もちろんね、まあ30年、お付き合いさせていただいてて、うん、それこそ皆さんのね、日本の皆さんのおかげで、信頼関係というのは非常に大きいと思います。結構でも見た感じ違いますよね。違います。うん。なんでかっていうと。違います。うん。なんでかっていうとね、その、ピンレス構造にするためにですね、こういう、バー。はい。もう一本通さなかったんです、うんうんうん。このバーを通すのに、まあ他のメーカー外に通したりしてるんですけど、あれもまた不細工なもんで、内側に入れたかったんですね、はい、で内側に入れるとどうしてもこの隙間が必要なんだ必要になってきて、うんうんうん、コストが高くなってしまう。ああ、なるほどね。はい。ただモーメントの考えからいくと、うん、低い方が絶対いい。絶対いいですね。うん、あ、モーメントってこの内側に来る力ね、はい、そうなんです。で、まあ、内側に来る力っていうのはもう、もともとそのエレガントも、うん、その上についてるものが随分軽いもんですから、これもかなり軽減されてます。うん、だから楽器を持つ支持するのに、すごい楽かなっていう感じですね、うん。今までですとその上についてるものがドーンとこっち来ますから、うん、もう支えるのだけでも大変だと。物の重さって実は相当影響あるんですよね。そうなんですよ。例えば、ピンレスとか、いろんなそういうその機構上の進化っていうものも、うんうんうん、どちらかというと私はなんかそのこう、スムーズに動きますとか、うん、故障が少ないですとか、うん、メンテの回数が少なくて済みますとか、うん、どちらかというとその、作り手側とか、うん、売り手側のその、こう、うん、いい悪いっていうものっていうのは多分入ってるんじゃないかなっていうようなイメージもして。うんうん、で、例えば今回ルネサンスで、ピンありのモデルになって、うんうんうん、技術的には要するに昔のやり方に戻すっていうことになるんですよね。そうなんです、うん、ただ、個人的にはね、やっぱり音は、やっぱりこう、軽くて、うん、余計に響かせなきゃいけないものがない、シンプルなものの方が、好きなのですよ、うんうんうん。だから逆にそういうところにちゃんと戻る勇気を持ってくださってるっていうのが、うんうんうん、なんか、アメリカ人偉いって感じがするんですけど、ね。いや、まあ、言わばね、今まで自分たちが一生懸命やってきたことを、うん、まあ、僕は思い切り否定したわけですよね。うん、で否定して、それを全部やめたものを、うんうん、送ってきたわけですよね。だからここはね、本当にすごいなと思って、ここから何かまたね、新しいものが始まったらいいなと思うんですけども、本当に勇気のあることだったと思うんです。もともとパウエルって本当に軽かったんで、うん、まあこれができればですね、こんな風になってくれるだろうなという予測はしてたんです。でも、軽いし、美しい。はい、と思うんですよね。はい、私はなんか、今ある、うん、多くのメーカーの楽器の中、うん、もちろんこのパウエルの中でも、うん、このルネサンスモデルって、ひときわこう見て美しい、バランスがとてもいいって思いますし、うん、見てスッと落ち着く美しさがあるものって、うん、いい性能を持ってるって思いますし、うん、ですよね。そこでぜひ僕この話は社長さんとしたかったんですけれども、うんうん、その昔の技術とか、うんうん、
こう過去に標準であったものがこうリバイバルしてくるっていうのが、こう復古主義だと思われる方っていると思うんですよね。それに対してこの断じてそうじゃないんだっていうことは、このなんかこう動画の中ではぜひ伝えたいことだなって私は思ってたんですよ。そうですね。そのまあ昔のものがいいんだっていうやり方じゃ、この新しいメーカーはね、なかなか乗っかってくれないで。それじゃないんですね。開口主義じゃなく、その全く新しいテクニックも技術も残しながら、もう一度楽器を自分たちの楽器を見直して、その響きというものを重視した楽器を作り上げたっていう感じですね。ですから、まあ、昔のパウエルですと、基本的に R イコール440。これが標準だったんです。で今は440もありますし、442もありますし、444もあって、それすべてに、対応できた、その、ニューパウエルスケールっていうのを採用してます。だから、古いパウエルスケールではないんです。だから、非常に使い勝手も、実際にお使いいただいても、ピッチ面についても非常に、いい、結果が出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、もう一つは、パッドですね。発売当時、ストロビンガーをつけたパウエルが発売した当時は、ものすごい批判が来ましたね。まあ、でも、このストロビンガーの出現によって、本当にロットに近い響きを出せるようになったんですよ、実は。ロットってね、ご存知のように、チャンで止めてるじゃないですか。そうですね、そうですね。ね。平面性を出すために。そうそうそう、出すためと、それから薄いパッドで済むために、中にチャンっていうのはね、松ヤニみたいなやつですよね。松ヤニを溶かして、そのカップの内側に引いて、それを、火で炙ってね。昔風の、そう、調整の仕方したんですけども、はい、ソロビンガーっていうのは実は、それを狙ってたんですよ。うん、平面性ですよね。平面性とパッドを薄くしたい。ね。このパッドを薄くして平面性を保つために、デルリン材っていう、パッドのケースみたいに作ってですね、それに薄いフェルトをはめて、で、つけてると。ですから、非常にルイロットがやってきたことが、現代版としてこう実現してるんですね。でそれに、この、新しいルネサンスモデルっていうのは、その、響きを重視した設計、それから軽さね、重さを実現したもんですから、すごく、そういう意味では、ロットにも近い、そうですよね。何かが出てきたんじゃないかなと僕は思ってるんです。まあ、科学的に証明しろよったらできませんけど。なんか、これはフルートだけの話じゃないと思うんですけれども、その、今、我々が目にしている、近代的な楽器の、まあ、スタイルっていうのがありますよね。で、大体ほぼどの楽器も、まあ、150年前から100年ぐらい前までの間に、現代にも大体似たような通用するスタイルっていうものができて、ただ、逆にそこから先っていうことに関して、そこ、まあ、後ですね、に関して、その、本質的な何かこう、音楽の変化なり、楽器の変化っていうものは実はそんなにない。ないですね。で、そういう中で、その、先ほど社長が私が使ってる楽器の話をしてくださったんですけれども、その、フルートの中では未だに100年前、150年前の作られた楽器をすごく大事に思って、まあ、吹いている人たちがいて、ただ、その、先ほども申したように、断じてそれはその、古いからいいとか、復古主義でやっているわけではなくて、その、ある種のこう設計思想なり、こういう楽器が欲しいっていうものを体現している楽器が、選択肢が他になかったからなんですよね。で、それは何かっていうと、非常にこう、軽くて、ただ軽いだけではダメで、剛性感があって、反応がいい軽いボディに、少しこう、タイトめな、入ればいいっていうだけじゃなくて、逆に、社長は分かってくださると思うんですけど、ちょっとタイトなぐらいじゃないと、コントロールが効かないんですよね、音色。なりすぎてね。そういうこと。そういうことです。その、ちょっとタイトめな頭部感に、非常に軽くて出来のいい胴体をつけるっていうのが、一つの楽器の理想としてあるわけなんですよね。そうすると、そのこうコントロールが、音色のコントロールがすごくしやすくて、体への負担がなくて、こう、
フルートらしいっていうんですかね、うん、純度の高い響きがね、響きでしょう。出ますよね。ですからこの、エレガントモデルはね、従来の管圧を持ってやってますので、うん、これは頭部管は4種類から選んでいただけます。ところがルネッサンスをそういう風にしちゃうと、うん、もうあまりにもなりすぎて、ちょっと違いますよ、ね、ダメなんで、それ用の頭部管を開発していただきました。実はね、そのこともだから僕、うん、逆に今日お聞きしたかったんですけれど、このルネサンスモデル最初に去年の12月に吹かせていただいたときに、うん、このすごく私がこの楽器で感動したのが、うん、頭部管と胴体とのバランスが絶妙に良くて、うん、これ、今まであるパウエルの頭部管とは違うものですよね。うん、そうなんですよ。まあまあ、これも随分軽くはなりましたけども、うん、やはりそのルネッサンスと比べるとやっぱかなり重いんですね、うん、でそれをまあこの軽い楽器につけてしまうと、うん、やっぱり慣れすぎるっていうバランスが、ね、合わないですよ ね、 絶対そういうことを心配してたと思うんです、うん、でそこでそのジェネラルマネージャーのダニエル・シャープさんっていう方がですね、この人フルーティストなんですけども、まあその辺ちょっとだいぶ分かってたと思うんですね。で、まあ、古いパウエルのことも大好きだし、うん、そのフルーティストですので、なんとかこうやってるうちに、あ、これはもう絶対この前の頭部管じゃダメだなっていうことに多分気がついてくれて、うん、この、これ用のルネッサンス用の頭部管を開発してくれたんですね。ああ、なるほどね。すごくね、これ、この頭部管が良くて、こう響きの純度だけがちゃんと伝わるっていう感じですよね。重さの話を、まず一番最初にされたじゃないですか。で、結局そこで考えたのは、扱えるちょうどいい重さって絶対あるなっていうことなんですよね、うん、で、それはおそらく昔の人も今の人もそんな大きな差があるわけじゃなくて、できれば450は切るぐらいでありたいっていうのが個人的な目標です、うん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 、で、一番私が扱いやすいって思ってる楽器は、うん、まあ300グラム後半から、うん410、420ぐらいまで、うんうんうん。で、おそらくね、ほぼそれに当てはまる、ねうん。うん。きっとね。ですよね。きっと。このね、オール14金のルネサンスモデルがですね。金、うん、だと結構重いんじゃない？いや、これね、青函なんで、はい。すごい軽いですよ。444。あー。軽いですね。軽いです。でも、ちょっと理想的な重さな感じがします。はい444.5g です、うん。ね。これって、オール14金ですよ。すごいですよね。これはすごいです。僕今日初めて見たけど、というか。だから、ランパルが吹いてるような金の楽器のイメージに近い。でしょうね。じゃないですか。重さ的にはね。あの方も青函でしたよね。はい、そうです。ね、多いですね。うん、銀だと銀だと、440ですね。あ、立派。だからこれ、反則ですよ。はい。これとこれがまあほぼ一緒ぐらいの感じですね。だからまあ、オール14金で、ここまで軽いというのはもう僕も見たことないし、まあまあ、オールドモンは別としてですよ。新しい楽器で、やっぱり随分重いですよね。うん、どちらかというと、その重い楽器が吹けて、一人前っていうような、ところって、あったんですよね。ありますあります。で、ただそのやっぱり重い楽器を吹く難しさっていうのと、また軽い楽器をコントロール難しさっていうのはちゃんとあって、重いからいい、軽いからダメとか、軽いからいい、重いからダメっていう話じゃないわけですよね。まあ好みでやってもいいと思いますし、その、まあ重さによるね、先ほどからは話が出てるように体に負担のある楽器じゃ、俺何してることだか分からへんもんね、一生懸命練習して練習すればするほど体に負担がかかってくるっていう楽器だと、後がね続かないですよね。木、まあいわゆる上物って言ったりもしますけども、そのおそらくこのルネサンスがすごく成功した、おそらく理由っていうのが、軽さとね、軽いだけじゃやっぱりダメで、出来が良くなきゃダメなの、ね。いやもちろんね。合成感ですよね。うんうん、で、そというところがパウエルっていうのは本当に作りがいいっていうこと、ルイロットなんかをすごく私たちが好むのも、あれ軽いだけじゃなくてやっぱり圧倒的にこう合成感が高い楽器なんですよね。それがなんかすごくこう
安心感につながるっていうところがあって、うん、で、もう一つ私今日実にその、社長とお話ししたかったことっていうのがあって、うんうん、車とかお好きですか？車も大好きですね。あ、よかった。車って例えばその人が乗ってね、うん、移動したり荷物運んだりする、うん。で、目的によっていろんな車があるじゃないですか。うん、でね、私楽器も、うん、例えば車で例えるなら、うん、こう、高級なね、うん、外車のセダンの快適さを求める人がいたり、うんうんうん、ダンプカーに乗ってる安心感を求める人がいたり、うん、それって例えばその楽器の重量とか、うん、操作感とそのまんまこう、比喩として成立すると思うんですよね。うん、それで、じゃあこういうルネサンスみたいな、軽い楽器に態度の頭部感がついているものって例えると、うん、例えばこう、スポーツカーとか、うん、そういう、まあスポーティーな、車ですよね、うん。ファントゥードライブの運転する楽しさを追求したら、うん、軽いボディにきちっとチューンナップした、うん、少しこう小さめのエンジンがこうすごい状態で乗ってて、うん、もう全部が自分の体とつながっているような感覚で運転できる楽しさ。うん、で、それってこういうルネサンスみたいな楽器にはあって、うん、私はね、やっぱりこう、さらうのが楽しいんですよね、こういう楽器吹いてると。で、ただ、中には、いやもう、ぶつかってきやがれっていうようなもので行く方がいいっていう人も、まあ当然いて、うんうん、そういう方たちは、例えばそのこう、抵抗感が少ない頭部感に重い胴体がついてるのが、すごくいい道具だって思われるとか、あとは、例えば、ほら、車でもマニュアルが好きな人とオートマが好きな人いるじゃないですか。ルネサンスの面白さってのはもう圧倒的にマニュアルの面白さだと思うんですよね。ものすごい剛性感が高くて、こう丁寧に作られている軽いボディに、もう実にその、こう、トルクの効くいいエンジンが、でも大きいエンジンじゃないのも積んであるって感じ。って思うんですけど。いや、そうですね。まさしくその通りだと。感じません。ええ。基本的に車は僕は大好きなんで、今、車の業界で何が行われてるかっていうと、まあ、いかに軽く強く作るかっていうところなんですね。あ、じゃあ、まさに同じな感じしますけど、ね。そうなんですよ。だから、剛性感っていうのがなければ、車って、いろんな道を走らなきゃいけませんしね。例えば、サーキットなんかでも、ちゃんと剛性がしっかりしてないと、コーナリングちゃんと曲がれないんですよ。たわんじゃいますよね。そうなんです。で、それがきちっとできてて、なおかつ軽くって、でエンジンも今 3600cc 以下でやってるんですよね。で、そういうことで、まあ、できる限り、無駄を省いたもので、剛性感を持って、ドライブしていくと。いうのが、まあ、車の今の、トレンド。トレンドです。本当にまさしくトレンドなんです。それは私知らなかったんですけども、それ伺えば伺うほど、この楽器の中でこのルネサンスが出てきたっていう歴史的な意義にも、歴史的なんですごいこと言っちゃいましたけど、私ね、本当にこれ歴史的と言っていいと思うんですね。その、軽い剛性感の高いボディに音のいい頭部感がついているっていう、当たり前だったはずのものにちゃんと思い出させてくれるっていう良さが。まあこれやっぱりパウエルがもともとやっぱりそういうものを持ってると思うんですよね。もともとの設計がそういう設計で、それになんかいろんなものが肉付けされてきて、その人間工学だ、ほらその機能性だ、ほら耐久性だとか、もう耐久性みたいなもんはね、僕、楽器に求めるのがおかしいと思うんですよね、大体。大体性欲しいんですけど、ね。いや、でもね、この、ね、楽器をお使いになられる方っていうのはもう、絶対楽器を丁寧に扱われる方しかいらっしゃらないし、これまた丁寧に扱ってもらわないと、やっぱ狂いやすいか狂いにくいかっていうと、狂いやすいんですよ。だから、丁寧に扱っていただければ狂わないんです。だから、今おっしゃってたように、その、艦隊の剛性と、その頭部艦のマッチング、エンジンのマッチングってのは、これ今、まさしく車のトレンドと同じ話ですね。そうですよね。きっと、車好きな方は絶対わかりますし、どんどんそのいろんなパーツが軽くなってますからね。軽くするっていうだけじゃもちろんダメで、今何度も話題に乗ってる、そのこう、剛性感っていうんですかね。まあ、僕らで言えば、つまりその剛性感って何かっていうと、響きの伝達だと思うんですけれども、その、
単純に考えれば同じ機能であれば軽い方が響きは伝わる、うん、絶対伝わります。そういうことですよね。そういうことです。で、響きが効率よく伝わるのであれば、うん、頭部管は音色を重視して作った方がいいってことですよね。絶対ですね、うん、だからそれは、うん、嬉しいなぁっていうふうに、うん、ありがとうございます。まあこれがね本当にね、出来上がってきて僕もちょっと吹くんですけど、うん、びっくりしたんですよ、僕自身も。パンとなるんで、と思ってですね、これはもう皆さんにお勧めできるなと思って、すぐにもうパブリッシャーにね、すごいのできたなって。これはいいよって。いいよと。うん。あとはね、その、多分これご覧になってくださる方が、これ楽器を吹きになって、うん、もしかしたら思われるかもしれないなっていう部分のことを、最後ちょっと、お伝えしたいなと思ったんですけれども、うんうん、その、重い楽器の手応えに慣れている人が、軽い楽器を触った時にこう感じるこう一種の頼りなさがあるんですよ。返ってくる響きのですよね。で、そこでそのいわゆる出てくるキーワードっていうのが、遠鳴りっていうやつなんですよ。で、このルネサンスみたいなタイプのフルートっていうのは、間違いなく遠鳴りをするタイプで、そのそばでやかましいもの、あるいは本人に対して直接的な手応えが返ってきにくい楽器なんですね。そういう意味では、そのこう、吹き手にある種のこう、想像力を求める楽器だというふうに思うんです。なので、正直言って私このルネッサンスを全ての人がこっちの方がいいとは思っていただけないだろうっていうふうにも思いますし、ある程度その吹ける方、そしてその、広い会場での自分の音の飛び具合に対して想像力が効かせることができる方、そういう方たちがターゲットになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、どう聞こえてるかっていうのがやっぱり一番大切な部分で、聞いてていくらのもんですからね、それをまあ想像しながら、まあ吹いていただくと、こういう楽器の方が僕は先ほどパッションって言いましたけど、この方がパッションあると思うんです。音、パッションじゃね、放ってるって、音が放たれてるっていうかね、こう、うんって頑張ってんじゃなくって、こう、放たれてるような、そういう響きですよね。だから、この、ルネサンスも、エレガントも、その、いわゆる、楽器そのものの響き、それが放たれてると思うんですよ。この間、パユーさんがここで公開レッスンされたんですけど、はい、これ全部選定品になりました。ああ、そうですか。お吹きになって、うん。よかったです。選定品コーナーっていうのを作ってですね、やってたんですけど、普段はまあ、誰もいないとこでやるんですけど、公開レッスンの直前にやったもんですから。いや、みんな見たいでしょ。みんな見に来てですね、公開選定品コーナーみたいになってですね。あ、本当に、本当に選定してるんだ。そう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 。でも、もうこれ選ばれて。選ばれてます。いや、はい、これ私のなんとなく今までの感覚なんですけど、はいはい、本当に上手い方は、軽い楽器服の上手いですね。絶対ね、あの方も結構重いんだけどな。あれちょっと前の変じゃね。だから500、560あると思いますね。だから、まあ、その、どういうその制作の意図だっていう話も聞いてくれたんで、やっぱりもう鳴りがこの艦隊が響いて、もうこうパッションの上に出ていく、そういう、なりを、期待してますし、まあ、それよりも何よりも、お吹きになる方の、体のために、悪い楽器はやりましょう、みたいな感じなんですね。いや、重いのが悪いわけじゃないんですけど。いや、やっぱり負担大きいですよ、負担。負担が大きい。やっぱり軽い楽器吹いている時の方が、なんか、より精神的な活動が、こう、発想が出てくるような気がね、私はするんですよ。こう持ち支えることと服、ね、そこに集中しなくてもいい部分が出てきて。別にその労働が好きで音楽やってるわけじゃないので。そうですよね。なんか、だから、やっぱり精神活動としては、同じことができるなら軽い方がいいと思いますし、ただだからその、この手応えがないことに対して心細さを感じるちゃう方には、その想像力を持って、ちゃんとなってますよっていうことは、なんか言ってあげたい感じはしますけれどもね。うん、
北川先生はまあ、ルイロットをお使いなんだけども、このパウエルがすごくお気に入っていただいたということで。いや、本当にあの、実はもう、ぜひお使いいただきてですね、あの、いつもほら、演奏法で聞いて、あのね、いや、あの、演奏していただいて、あの、音を聞かせていただいて、本当に素晴らしい演奏されるんで、ぜひこの楽器でですね、一度演奏会開いていただいてですね、やっていただきたいかなって思ってるんですけど、ぜひよろしくお願いいたします。いや、もう本当にね、でも素晴らしい楽器が出来上がったんで、もう本当にこれは、本当に美しいフルートの音っていうのはどんなものなのかっていうのをね、皆さんで。ね、試して、ね、いろいろ試していただいて。ですよね。ちょっとあの、今までの傾向とは違う、フルートのサウンドをね、ぜひ奏でていただいて、素晴らしいあの、フルートの世界を作っていただきたいなというふうに思っております。そう期待したいですね。はい。ありがとうございます。先生、今日は本当にお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。